調子だったなっていうのは、まあ、あの人が入ったのに、セットリスト見て、そこら辺見たときは、なんでもっとその、いわゆる、そういうのをやらないかなと思ったけど、聞いてみると、ああいうのファンの中で結構有名らしいじゃないですか。それを説明してさ、曲が、彼女の場合さ、説明が歌詞に出てこないんだよ。
てはね。あ、そうなんですか。経営文を書かないでさ、はいはいはい、まあ、経営文を書くときには左の方の人っていうのはさ、全然本当なし抜きにしてさ、はい、なんとなくさ、得意の手伝って言い方するんだよね。はい、でさ、文章書いてみたらさ、今ルフィタで言ってる社長のね、社長の言ってる話って全然変じゃなくてさ、はい、脱炭素をね、EV車だけじゃないでしょって言ってるだけなんだよね。結局言ったって、脱炭素を盗むときに、はい、EV 車を作るって言ったって、電気作るときに、はい、あの石炭の会社はダメだろうっていう話でも話してるだけなんだよ。まあそうですね。で EV バッテリーっていうのはね、はい、EV 車ばっかりずっと作るって言ってるけど、はい、どこが本当にできるのということを実はこのトヨタの書いてたよね。でそれをすごく分かりやすい形で言っててさ、はい、あれだよね、トヨタの、会長がいろんな必要、そのためには毎日400箇所の充電設備を申請しなくてはいけない。毎日400箇所申請する。おー、そうだけどね、2035年までに想定されるバッテリー需要を満たすためには300箇所以上の新たなリチウムコバルト1件ごとの鉱山が必要。鉱山は300箇所、うん、おお。で、もう一個ね、航続距離の長い、バッテリー搭載に EV に使用される原材料の量が出れば、プラグインハイブリッド車は6台、ハイブリッド車は90台生産できる。まあ、あくまでこのトヨタは、ない部分を言ってるだけですけどね。というのをね、あの、数字案が書いてあったのは本当だよ。本当のこと言うとさ、いろいろ叩かれるんだよな、この世界は。だからさ、環境だ環境だって言ってさ、はい、なんかそういう連携の人がさ、はい、まあ、そっちに投資に回そうと思ってさ、動くたくさん言ってんだよ。だからさ、ちょっとさ、トヨタの方がさ、本当のこと言っちゃったからさ、ちょっとトヨタこっち、あの、トヨタを閉めてやるって言うんでさ、まあ、あの、よ昔からよく話なんだけど、一株うまくいってなかったでしょ。それで株主の前でいろんな豆くんの見てるんだよね。はいはいはい、で、本当に言うと、こういう風な活動が、あの、トヨタの株価にどうやって影響があるかってことを考えた方がいいんだよね。あ、株主そうだったら、そうでしょ。だから、その、本当のこと言ってる人を貶めるのがいいのか。はい、うん、それとあとね、本当のこと言っていろんな選択肢があってね、はい、まともに経営者がいいのか、それだけの話しかけてね。なんとなくさ、左脇の方の人っていうのはさ、もうなんか理念が先に先行するからさ、理念の達成のためには手段を選ばす的にはなことが多いんだよね。あ、まあ、だから理想主義者って結構そういう人多いんだよ。理想主義者って理想の達成のためにいろんなことを選ばすっていうかの話なんだ。だから左脇の方の人には私はなかなか議論ついていけないのが、その理想主義のね、理想主義の理想はいいんだけど、そういう年金基金かなんかで、はい、中高バジェバンクとか、はい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 、そういうような環境投資かなんかって言って失敗したでしょ、はい、そういうのもあるんだよね。あら、本当はあのこの環境の話っていうと経済の話はね、あんまり一緒にしない方がいいと思うよ。それ特にこれトヨタの方をね、ガン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 いじめたところでね、もう言うてるって楽しいじゃない。そんなに変じゃないじゃない。そうです。別に全部 EV 車がさ、はい、あれじゃない、本当ってことじゃないじゃない。そうです、うん、元々あれじゃない、あのトヨタがさ、ハイブリッド作ってさ、はい、ったっていうのをやるんだけどさ、前昔はさ、なんと炭素の話で、ディーゼルが本命したりとか、ね、ディーゼルうまくいかなかったわけだからね、だからそれで偽装しちゃったんだけど、それで今度はあのエネルギーなんか電気自動車って言ってね、言ってんだけどさ、電気自動車って書いてあってさ、公共施設でさ、8時間から30時間かかるんだったもの。遊びだったらさ、もうアウト何分かで終わっちゃうじゃん。そうですよ。もう
ちらかというとあれでね、ガソリンじゃなくてもさ、水素でもすぐ終わるからさ、だからあれだよね、これはちょっとおかしいよね、この EV 市場主義っていうのはね。
に海に、ね、直結した場所なんですけれども、こういう、白壁町の雰囲気のホテルですね、はい、ちょっと高知 の、 あのサントリーニホテルに雰囲気似てるかもですね、はい、さてですね、今日は LGBT テーマについてお話ししたいと思います。ただちょっともうあらかじめお断りしなければいけないのは、日本の LGBT 法に関する、これまで、何年間かかけてきた議論の状況とか、あと各国の、議論の状況だったり、現在、制定されている、法律関係の状況とか、あのそこまで詳しくないです。なので本当とんちんかんなことを言ってしまうかも。なので、あのめちゃくちゃなことを言っていてもご容赦いただきたいと思います。で、一方、あの反論とかお前全然知識ないぞみたいな、お叱りの意見も、来て当然だと思いますので、優しく教えていただければと思います。ちょっとね、風の音がうるさすぎるんで、どっか、影に入りたいと思います。まず、衆院を通過した LGBT 法案なんですけれども、これは一番最初の頃ですね、あの自民党とかがあの法律案として出していた、いわゆる差別禁止法とは全然違うものにはなっていますね、はい、あの理解増進法ですね、はい、一番最初の頃のものは、差別禁止となっていたんですけれども、あの結局衆議院を通過した法律案はもうあの理解増進をひたすら掲げている、まあ、差別を禁止する具体的な義務を掲げているのがほとんどなくて、まあ、国とか自治体とかには一部、義務なしというのはあるんですけれども、まあ、それもいろんな考え方についてあの方針を作成していきましょうというようなものですね、はい、なので、まあ、少なくとも、今回成立しようとしている LGBT 法案に関しては法的にだけ言えばこれが成立したからといって社会に対して何かこう、悪い影響というか、まあ、過度に差別禁止というものを、まあ、恐れるがゆえよく言われている、ね、女性のトイレとかお風呂とか温泉とかに、まあ、あの性自認女性のトランス、なんていうかトランス男性女性どちらかなすいませんそれも分からないぐらいで難しいですけど、まあ入ってくるというようなことは、まあ、決してないんだろうなと、法律だけを見るとですね、はい、でもうね、あの世界中いろんなところでといっても、まあ、アメリカとか先進国の一部だとは思うんですけれども、あの差別禁止法案、法律差別禁止法を進めすぎたがゆえに、あの男性の身体的な持っているけれども、まあ、自民としては女性の人がトイレとかに行って、まあ、犯罪行為を犯してしまったりとか、まあ、そういった問題が、結構出ていると。で、それがあまりにも問題なので、逆に LGBT 差別禁止法をさらに禁止する法律が出たりとか、もうごっちゃになっている状態。まあ、にもかかわらず、周回遅れで今さら日本は LGBT に関するような法律を作るのはどうなんだと、まあ、いうのは、まあ、最もではあるんですけれども、ただまあ繰り返し言うように今回成立 しようとしているものはあくまで理解増進法なだけで禁止法ではないです。差別禁止法ではないです。なので、ね、同じようなケースで、まあ、身体的には男性で、政治に女性だと言っている人が女性のトイレにいたらそれは拒むことね、あのそれは公衆浴場法みたいな特殊な法律がある場合ではなくて、とかそれは現状の法体制と変わらないことですね。あとは、まあ、日本の場合はあの例えばキリスト教なのかな、あの同性愛が禁止されているような宗教が日本にはないので、まあ、その同性愛者に対する偏見があの
危ないというような意見もあるんですけども、それは果たしてそうなのかなという感じはしますけどね。もともと日本はその、ね、ゲイだホモだっていうものに対して全く無きにしてきたがゆえに、そもそも差別もあるわけであって、それは国民の一定割合の人は、まあ、全くそういうものがないかのように過ごしているだけで、実は苦しんでいる人もいるんじゃないのかなとは思ったりしますけどね。まあ、この前の福岡地裁の判決でも、普通の生活でほぼ見たことないんですよ。これって裁判所が認定している一定割合で生まれながらに同性愛者が生まれるというようなことからすると、あまりも見かけないなと思いますね。で、考えると全くなきにないかのように扱われている人が実はいるだけなんじゃないのかなと思っちゃったりしますけどね。すいません、でも甘いのかもしれないですけどね。いろんな犯罪が助長されてるような世界各国の状況からすると、ただまあ福岡地裁なり他の札幌とか東京もかな、あの同性婚について、同性婚を認めない婚姻制度自体は合憲だけれども、その他代替規定も含めた婚姻制度初期定全体としては違憲な状態だという話があるので、今後近いうちに立法政策として、同性愛者が、まあ、婚姻もしくは婚姻に準ずるような法的権利が認められるような制度を整えていかないと、ね、違憲状態が、まあ、続いて国賠とか発生しますよというふうに宣言されているので、まあ、もちろん地裁レベルでまだ最高裁まで行っていないですけども、考えると少なくとも裁判所の判断を前提とすると、今後国民で一生懸命 LGBT に関して議論をして法制度を整えていかないといけないという、まあ、タイムリミットが設定されている状態なんですよね。と、はい、いうところも含めて、現状そういう議論ができるのかといったら、なかなか議論が難しいと考えると、LGBT の理解増進法というものは一定の必要性も認めているのかなと思ったりはします。すいません、もうそろそろ喋ってて、僕の友達もね、あの保守派の人とかはもう偉いことになるって反対してるんで、そういうの聞きながら、僕はどちらかというと賛成派なので、まあ賛成でもないか、はい、あの反対でも賛成でもないという立場ですね。だから今回 LGBT 法案が最終的に制定されたとしても反対はしないので、まあ積極的に賛同もしないという立場です。あとは、まあ、議員立法で、全然審議もされておらず、事前に、まあ、根回しもなく、パッといきなり決まったという政治過程についてもいろいろ言われてますけれども、まあ、その辺はちょっと僕、詳しくないんで、全然わからないですけれども、うん、まあ、世界に向けて発信したかったのかなと言われてますけれども、まあ、そういう政治過程自体と、まあ、その制定された中身がどうかというのは、必ずしも別に相関性はないので、政治過程がおかしかったからというか、成立したもの自体が良いものであれば、それは良いで、はい、いやちょっとそろそろ喋っちゃいましたけれども、ちょっとまとめますと、日本ではそもそも LGBT の差別なんかないんじゃないかと、宗教的に同性愛を、規制するような方がないんじゃないかという意見に対しては、そもそもさらに実は深刻で、ゲイだホモだと言われてきて、それを出す、意図もなかった、残念に仕事も差別されてないだけであって、実は生まれながらに、まあ、あの同性愛を感じていながら、それを全く出せてない人が一定割合いるんじゃないのかなという仮説を考えてしまうというところと、あとは、できる法律について、まあ、諸外国では差別法まで
信法にとどまるので、そこの法律の正確な理解をちゃんとメディアが発信していけば、こういうふうに男性の体をした人が入ってきて、それを拒めないなんてことはないということがちゃんと伝わっていけば、よくわかんない人が、ね、自分は女だと適当なことを言って女子風呂に入ってくるみたいなことはある程度防げていくんじゃないのかなというところ。あとはまあ必要的な面として、地裁レベルですけれども、まあ、同性婚を認めない婚姻訴訟について違憲状態だと言っていて、現時点ではまだ議論の時間が足りないので国会までは認めないと言っているものの、今後何年か経っていったときに同じ訴訟を決定されればおそらく国会が認めない。従前の差別禁止法から比べるとかなりより戻しはありますよ、はい、政治人をジェンダーアイデンティティとかいうわけわからん名前にしたとか、まあ、そういうのはいろいろあるんですけれども、はい、差別を禁止する